小鳥はやはり器用ですね。小鳥の作ったてるてる坊主、ほのからしくて可愛らしいです。それに比べて私のは。そんなことないよ。海ちゃんのだってすっごく可愛いと思うよ。ほのかちゃんの雰囲気も出てるし。でも、もうちょっとだけ顔を可愛らしく描いて。どうしたの。インクが滲んでほのかの顔が恐ろしい表情に。どうしてこんなことに。でも大丈夫、まだ失敗したわけじゃないよ。ちょっとアレンジすれば怒ったほのかちゃんの顔にできそうじゃない。なるほど、それはそれでご利益ありそうですね。ちょっと試してみます。海ちゃんの頑張り屋さんなところ、やっぱりかっこいいな。小鳥、何か言いましたか？